巻いたか。しかし、霊体化せずに逃げるべしとは、追っ手を散らすためとはいえ、面倒を強いてくれたな、野牛。む？ああ、まあそうだな。たまにはこういうのもよかろう。うん、うん。たまには良い。単独行動というやつだ。合流の前に少しばかり街を見て回ってみるかな。追っ手は巻いたか。急ぎ品川を出てセイバーらと合流を。より、こちらだ。テイ、わざわざ赤坂から？妹子から事情を聞いてな。しばらく長屋には戻るまいと踏んだ。そうか、面倒をかけた。こうして顔を見せたからには、もしや何か掴んだか？辻斬りと直に関わりがあるかは分からんが、ひとまずは二つほど。まず一つ、日本橋の与力が夕べから行方知れずらしい。儀の最中だ。人が姿を消すなど、そう珍しい話でもないだろうが、九段の辻斬りは役人ばかりを狙うのだろう。何らかの関係があるかもしれん。ただの役人であればいざ知らず、与力の行方知れずとなれば考えにくい。やはり切られたか。それからもう一つ、ここ数日陰陽師がせわしなく動いている。陰陽師？ん？もしやお前、監査役と面識がなかったか？ああ、永月の義の監査役たる土御門家が従える陰陽師、主の手足となり英霊や怪異といった神秘の痕跡をもみ消すのが任と聞く。常にも増して慌ただしく動いているとなれば、ただならぬ事態と考えるべきだろう。なるほど、そういうこともあるのか。その連中が何かを企てているか、あるいは。とまあこんなところだ。確信に迫るような話でなくて悪いな。下手人を探す手鶴になればいいんだが。十分だ、恩に着る。お前の無事は妹子に伝えておこう。必ず戻れよ、より。日本橋の与力と陰陽師か。あら、奇遇ね、セイバー君。おお、武蔵、君も品川にいたのか。ちょっと野暮用がありまして。それにしてもイオリ君の姿がないような。ゆえあっての単独行動だ。イオリへのことづてがあれば聞いておこう。今は大丈夫。そっか、セイバー君一人か。もしも暇ならさ。いやいや、暇ではないぞ。司祭は語れぬが、一応は急ぐ身だ。へえ、そうなのね。ところでセイバー君。見事。いいえ、さすがと言っておきましょう。不意打ちなんかじゃ切っ先さえ届かない。武蔵、なぜだ。ことここに至って凶を発すか。
バーサーカーの霊気と聞いてはいたが。ええ、そう。何せバーサーカーですので、何をするかわからないのが醍醐味よね。というのは半分冗談、もう半分は、さて、何でしょうか。知るか。知らずとも良いといえばまあ良いです。でもね、セイバー君、今は私の二刀に集中するのが良いでしょう。わずかたりとも気を抜かば、たちまち二刀分断。いいえ、二刀にて四刀分断して差し上げる。いざ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 尋常に。わあ、さすがにやめておいて、いざご覚悟。話を聞かぬか、強戦士。遠慮は無用です、セイバー君。さあ、存分にやり合いましょう。ここの葉、そのまま返すぞ、無罪。セイヤー、どうかしら。やっぱよっ、鋭く。セイカー、やらせるか。刮目せよ。どうかしら。見切った。気は済んだか、武蔵。さて、どうでしょう。そういうセイバー君はどうかしら。私か。私は別段、君と切り合いたいとは思わんぞ。あら、残念、釣れないんだ。でも、そっか。ひとまずはおしまい。ちょっとすっきりしました。ひとまずか。二度目は避けておきたいところだぞ。最優のセイバー霊気ともあろうあなたが新面武蔵の剣を恐れるとはまた。違う。私は何をも恐れぬが、君が本気でかかれば、イオリは死ぬからな。ああ、そういう。なるほどね。とはいえ、英月を求めるならば、いずれ退治することもあろうがな。それじゃ、そろそろ行きます。またね、セイバー君。な。何だったのだ、一体。ともかく、今は先を急ぐとするか。待たせたな、イオリ。野牛も。待ってはいない。今しがた落ち合ったところだ。そうかそうか。それで、先の刺客どもは北へと駆けゆくのを目にしたな。さて、いずこへ向かったか。ふむ、北か。どうする、より。王女、手がかりを逃すわけにはいかん。あ、いや、待たれよ。
日本橋のあたり何かある。先の刺客どもの気配の名残と見たが。気配か。かすかだが私も感じるぞ。魔力のようでもあるが。日本橋、テイが言っていた与力の消えた地か。確かめるほかないだろう。行くぞ、二人とも。うむ。気配とやら感じるか。魔力ならば多少はわかるが、俺には何とも。感じるには感じるが、所在を割り出すにはいささか心もとないな。伊織殿、辺りを見て回ったが、幸い品川と違い同心の姿はないようだ。まずは刺客を追う。気配は未だこの地にあるんだな。うん、先と同じく手分けして連中の居所を探すべきと心得るが、いかがか。分かった。手がかりをつかみ次第互いに知らせ合おう。うむ、任せよ。なんとも健やかな英霊だ。では伊織殿、またしばし後に。ああ、頼む。はあ、伊織くん、昨日ぶり。師匠、もしや日本橋で食い道楽ですか。そうそう、美味しいお魚がいっぱいだものね。って違いますとも。さほど食い意地張ったつもりはないのだけれど、伊織くんの私への印象どうなってるのかしら。師匠は師匠です。あそれはそうでしょうね。なんて、いえいえ、今回はそっちではないのです。私もいろいろと用事がありまして。ううん、あったのですけれど。師匠、伊織くんを見ていたら、まあいっかという気持ちになりました。よ、良いのですか。はい、とはいえせっかく顔を合わせたのです。師として一つ助言を残していくわ。悪であれ切るべし、善であれ切るべし。切るべき時には誰であれ切るべし。はい、以上。なるほど。それじゃ私はこれで。頑張りなさいね、伊織くん。こんなところか。ひとまずセイバーと合流しよう。ふむ、真面目に調べているか。は、その面、その二刀、てめえ宮本伊織か。探す手間が省けたぜ。さあ、おとなしくしてもらおうか。間の悪い。手早く済ませるか。てめえを捕らえてたんまり稼がせてもらおうぜ。覚悟しやがれ。
若旦那。良いだろう。ゲートを見る。なんだこいつ。こいつじゃねえか。災難だったな、より。わざわざこちらに顔を出すとは、もしや刺客の居所でもつかめたか。いや、さっぱりだ。なんだ、よりもか。確かに気配は感じるのだが、地道に探すほかあるまい。行くぞ、セイバー。うむ。宗則殿は、いや、今はいい。昼の日本橋、さすがのにぎわいよな。さて、刺客らはいずこに潜んだものか。探すか、風の吹くままに。怪しい剣客。ああ、知らねえが、怪しい奴ならさっきこの目で見かけたぞ。屋台の飯を一心不乱に食い尽くす白い衣の女。連れの侍も頭抱えちまっててよ。あの調子じゃ日本橋の屋台という屋台から食い物が消えるのも時間の問題かもな。ほう、それはそれは。いたわしいな、より殿。さ、今度はあんたの番だ。面白い話知ってたら教えてくれよ。ならば、つい先日この辺りで三毛猫を見たぞ。三毛猫だ。そんならそこら中にいくらでも。まあ待て、ただの三毛猫ではない。福を呼ぶオスの三毛猫だ。おお、そりゃ珍しい。言い広めれば皆血眼で探すだろうな。日本橋に出入りする漁師や商人ならば特に。確かにいいこと聞いた。ありがとうよ、お侍さん。怪しい剣客ども、いや、見てねえな。そうか。へえ、あんたよく見たらなかなかいい腕っぷししてそうだ。どうだい、少し俺たちと網を投げていかないか。悪くない。だが今は先を急ぐみてな。あいすまぬが、またの機会とさせてもらおう。それで天守、うろんなる剣客ら特には見ておらぬのかな。はい、申し訳ございません、お侍様。いや、よい。ところで、フッツのクズダイ、小芝のアナゴ、それに深川のハマグリか。品揃えが良いな。はい、お分かりになられますか。ありがとうございます。目にするのは初めてだ。菓子とは目に楽しきものだな。三吉めは煮アナゴを魚に杯を傾けたというが。アナゴならすぐご用意できますが。いや、今は良い。邪魔をしたな。
これは手間賃だ。こんなにありがとうございます。まったく手を焼かせてくれる。だがまあこうして市中を巡り歩くはなかなかどうして楽しきもの。おそらくは三好もかような心地であったのだろう。では聞き込みを続けるか。この気配は。やはりか、民を襲い世を乱す怪異ども、我が剣にて残らず散らしてくれる。なんとも嫌な月だ。かような晩に、いや多くを語るは野暮という。すでに切ってしまったからな。我が王義ご覧に入れる。お侍様がいなくば、我らは今頃あの化け物に。何気にするな。例えばいずこかに窮し涙する者あらば、迷わず悩まず思うことさえないままに己が手を伸ばす。ただただ手を伸ばす。そんなものがあった。そんなものどもをこの目にかつて焼き付けた。歌方の身であっても今も焼き付いて消えることがない。それだけのこと、それだけのことなのだ。まこと鬼ごとに長けたもの。一旦ここまでか。伊織殿らと落ち合うとしよう。さて、両人おのおのいずこにいような。いまだ見ておらぬ。あちら側か。この魔力。ああ、もうまだ湧くか。キリがないぞ。ここで引けば民に累が及ぶ。辛抱だセイバー。おお、共にあったか両人。ヤギュー、ちょうどいい。手を貸せ。無論。面白きかな。
様に治られよ。はやっ、成敗。マイル、その雅の妨るや、世に咲き散る桜花が如し、王の夜桜。一つ強くなれたな。大事ないか、伊織殿、セイバー殿。ああ、助力感謝する、宗則殿。しかし、すでに二人が落ち合っていたとは。ああ、日本橋に何か…この気配、もしや…どうした、柳生。追うぞ、セイバー。ようやく観念したか。それでよい。かように人目をはばかり動くその様、怪しきことこの上なし。気を妨げんとする者どもよ、お上の命にのっとり、ここに我らが。遅かったか、宗則殿。これは勤め半ばでこのような。主、申し訳ありませぬ。風邸からして術者、陰陽師か。刺客どもに襲われた理由は何だ。いや、そもそもの話だ。刺客どもは何のために。背くのみならばと思っていたが、の無用な血を流すとはもはや一切の慈悲は持たぬ。虚ろの柳生一門、我が剣にて儚く散るがよい。より、気配が変質した。これは明らかに魔力だ。気配を偽っていたのだ。連中、およそ人ではないぞ。の神明、怪異と通じていたとは。上野で見たものと同じか。なるほど、江戸柳生、かくも呪われたるものか。おぞましき姿ともども、直ちに切り捨てるまで。伊織、切るぞ。加減は無用だ。避けるなよ。機は熟した。来い。わかった、私に続け。より、ここだ。受けてみろ。避けるなよ。燃え盛る炎のごとく。それ。愛すまぬ。人ならざる者どもとはいえ、古う剣、確かに柳生新影の気風があった。あってはならぬことだ。故に愛すまぬ。これは…よいな。身なりからして
役人の無苦労、そして傷も致命の一線のみ。九段の辻斬りの仕業だな。陰陽師はこの無苦労を片付けていたのだろう。何の良しあってかは分からんが。良しならばおそらくここに。したわけではないぞ。失礼をした。両人ご覧あれ。陰陽師の亡骸近くに落ちていたものだ。読めるか、より。墨線越しではあるが、なんとかな。上野の村田兵衛、品川の山本主膳。宗則殿、これは。いずれも辻斬りにあったものと符合する。斬り殺す相手を記したものと見るべきか。あるいは辻斬りの犠牲者を予測したものか。ふむふむ。一人だけ墨が引かれておらぬな。いまだ死していないというわけだな。何と書いてあるのだ。御徒町の中村格之進。何、格之進。伊織殿に濡れ衣を着せた輩だな。確かに悪辣の徒ではあろう。このままではいずれ辻斬りに会おう。いや、すでに斬られているやもしれぬ。ああ、急ぎ御徒町へ行くぞ。切られると分かった以上、みすみす死なせては人の道に反する。それに聞くべきこともある。柳生新影流を使う怪異の群れ、それをなぜ格之進殿が従えていたか。当人に問うのが何より早い。はい、分かった。では早速。待て、来るぞ。この溢れんばかりの殺気は。はぐれのバーサーカー、まさか霊地を離れて追ってきたのか。同じはぐれの身であればこそわかるぞ。霊地を離れればその力は大いに減じよう。ならばここで一戦交え、叩きのめすのも一興か。ダメだ、殺すな。同盟相手のサーバントが一騎だ。加減しろ。たやすくそれのできる相手ではないが、やるだけやろう。はぐれのバーサーカー、来い。これほどまでに俺たちを。堂々たる強敵だ。やるぞ、より。死の方、見えている。覚悟は良い。力を借りる。出番だな。私に続け、より。水の方です。セイバー。はい、分かった。避けるなよ。セイバー。はい、分かった。見えた。急に見せたな。畳みかけろ。まだ倒れる。その頑強さ、驚嘆に値する。敵も本気か。殺されるなよ、より。見切れまい。
水の流れのごとく。任せろ。私に続け。より受けてみろ。とりゃ見切れまい。どうだ、避けるなよ。もらった。今だ、より行くぞ。さらば、勇猛なる異常不要、秘伝の合力の凄まじさ、忘れまいぞ。追っては来ないか。さもありなん、霊地を離れた上にあそこまで消耗すれば。そういうものか。ならば気をつけるとよいぞ、野牛。拠点から離れているというならば君も同じだからな。しかし、あのタケリオはなんだ。タカオの企てということはありえまいし、明確に狙っていた。それはおよそ間違いない。そのヨシまではつかめんが、おそらく。何か。いや、ともあれ、御徒町へ急ぐ。よきかな。いかがなされた、角之進殿。おお、先生、ようやくいらしてくださいましたが。このままではそれがしの命が危ないのです。どうかお守りくだされ、それがしを。迫るか、この御徒町。そうなのでございます。先生のおっしゃる通り、辻斬りは腕に覚えあるもの。あの男こそがそれがしを狙う下手人。しかも同心らの話によれば、腕の立つ子分を二人も引き連れているとか。先生のお弟子も皆やつらにやられたのか、後を追ったまま戻ってこず。子分だと。こうしている間にもやつらは一歩また一歩と我が元へ。案ずるな、角之進殿。下手人老頭尾張柳生の敵ではない。さすがは先生、大先生。なんと心強き言の葉か。今再び我が弟子を預けておく。好きに使うがよい。おお、なんとありがたい。では俺は行く。お前たち、あとは任せた。御意。お頼み申しますぞ。先生こそが最後の砦。この辻斬り騒動に幕を引けるのは、比類なき剣才をお持ちの先生だけなのです。随分と変われたものだ。無論貴様に言われずとも、確かにこの手で果たしてくれる。
さて、どうしたものか。難しい顔だな、ヨリ。何か気がかりか？ああ、立ち回りをいささかな。配下の目をかいくぐり、格之進殿を見つける。そこまではいい。問題はその後だ。いかにして格之進殿を解き伏せるか。なんだ、そんなことか。格之進は明らかに辻斬りに関わっている。そこをつけばよい。それも道理だが、悪官悪人とは得てして知らぬ存ぜぬを通さんとするもの。それを伊織殿は案じておられるであろう。なんだ、そういう時は切るのはダメだ。殺すな。ブー。多くの話を聞き、この目で見たものもある。だが与力の役にあるものを揺らすには証が弱い。そうなのか。さあらばいっそ真っ向相対し、精神を見せるほかあるまいな。何？ほう！格之進殿も人の子なれば、心を尽くし訴えれば、あるいはということもあろう。ここは乗るか反るか、勝負をかけてみるも一興かと。いいな。私はそういうのはかなり好きだ。だが、伊織は乗らぬだろうな。常であれば乗らぬ無謀だが、宗則殿の話だとなれば、あるいはその提案乗った。なんと決まりだ。誠の下手人が現れるより早く肩をつけようぞ。ああ。おお、伊織もそんな気になることがあるとは。伊織が心変わりする前に格之進のもとへたどり着くぞ。その正体いかにや。御徒町か。この地もまた久しい。では伊織殿。なあ、行こう。格之進殿、無事だとよいが。愛も変わらず賑やかだ、御徒町。狐の面を得たのもここだったか。ではないか。そのようだ。配下を連れずに出歩くか。ただの不用心とも思えんが、この機を逃す手はない。行こう、セイバ、宗則殿。なんとも逃げ足の速い。感心している場合か。待て。宮本伊織、成敗。邪魔だな。貴様らにかかずらう暇はない。解く道を開けよ。さあ。そうだ。頼む。しばし待たれよ。
必ず生かそう。格之進殿を追う。うむ、格之進。が、二人。これは影武者だな。なかなかどうして踊らせてくれる。二手に分かれるほかないな。セイバー、一人頼む。うむ、任せよ。獲物を追う狐の意を見せてくれる。コーン。は？愛らしい獣もいたものだ。では、伊織殿、我らも参るとしよう。追い詰めては見たが、この格之進殿、本物か否か。おっと、そこ動くなよ、あんたたち。助之進、これも仕事だ、恨まねえでくれ。俺にも俺の保つべき対面ってのがある。おお、よく言った。ならば切り合うより他あるまい。おお、やれるもんならやってみれ。俺の負けだ。賢明だ、助之進。これ以上はまずい。だろうよ。あんたの強さはやっぱり本物だな。待て、貴殿。その声色は。話は後にしよう、伊織殿。命惜しくば下がっておれ。ここは我らが引き受けようぞ。頼む。頼みとあらば。奴のせいでとんだ災難に。使えるものを間違えたか。やはり偽物か。本物の格之進殿はどこだ。この近くの隠れ穴に潜んでいる。おお、たやすく明かすものだ。これ以上奴の狂乱には付き合いきれん。煮るなり焼くなり好きにせよ。ようやく片付いたか。行こう、宗則殿。上野にて剣を交えし時より思っていたが、その二刀が描く剣戦の様たるや、貴殿の剣は実に良い。良いか。しかり月のごとき静筆さをたたえるかと思えば、
獣のごとき獰猛さを覗かせることもある。その剣筋からは貴殿の人となりが見て取れるかのようだ。故に実に良い。俺の人となり何牢屋のざれ言だいや今は若き頃の霊気であったかいや失敬失敬。ざれ言ついでにもう一つ、果たして貴殿の目に我が剣はどう映るかな。聞きたいか。いや結構。我ら剣士ならば事の葉でなく剣にて語らうが道理であろう。貴殿の胸の内は事が片付いたその時にその二刀より聞き出すとしよう。機会があればな戻ったぞ、より。こちらの格之進は偽物であったが、ふん、聞き出したぞ。誠の格之進の居所だ。いいか、奴は隠し穴に潜んでいる、だな。ぶぅ、なんだ、すでに君も聞いていたのか。ならば動くまでだ。とく向かうぞ、より、野牛。対面か、良いかな、イオリオ。では連中が損じたな。それに先生、ああそうだ、それがしには先生がついておるとも。先生、先生。格之進殿、落ち着いてくれ。俺たちは貴殿と話を。黙らっしゃい。上様に仕えしそれがしを斬ろうとは卑怯千万、浪人風情に打たれるそれがしてはない。格之進、聞け。いずれここには誠の辻斬りが現れるぞ。その手には乗らんぞ、辻斬りどもめ。それがしを守ってくださるのはただ一人、我が先生のみよ。先生、先生、どうかそれがしをお助けくだされ。ぐぬぬぬぬ、格之進め。なるほど、イオリが悩んでみせるわけだな。愚痴は後だ、セイバー。待て、格之進。神妙にせよ、辻斬り宮本イオリ。まだ来るか、知れ者どもめ。時が惜しい、峰打ちにて済ませるが構わぬな。ああ、切り抜けるぞ。頼む。はい、わかった。
魔力。うん、強い魔力だな。イオリ殿。カイ、いや、サーヴァントか。わからぬ。サーヴァントの気配はあるといえばあるが、すでにここに2機いるゆえ、なんとも言い切れぬ。相手次第ではあるが、九段の与力、危ういやもしれぬ。ああ、急ごう。